早速もう時間もあると思いますので始めさせてもらいます。よろしくお願いいたします。2011年に発売をしましたマイチルトコンパクトという車椅子がありました。これが11年越しにフルモデルチェンジをしたのが今回の、マイチルトコンパクト2という車椅子になります。で今回はこの車椅子が今までのと何が違うのか、それからこの車椅子だけで何ができるのか、最後に、我々がこの車椅子に込めた思いっていうところを3ボタンでご紹介します。でまずはこの車椅子が今までと何が違うのかっていうところなんですけれども、変えていいところと変えてはいけないところって必ずあると思うんです。で今回は変えていけないところを何かっていうところでちゃんと考えました。それは今まで使ってる中でのサイズ感は変えてはいけないというふうに思いました。で全体的な横幅は従来のものと同じです。53センチの幅、さらに全長に関しては従来品102センチあったのが今回のコンパクト2はなんと 96.5 センチなんです。従来品よりも 5.5 センチも全長短くなってるんですね。さらにエレベーティングというオプションがついたものに関しては全長92センチ、さらに 4.5 センチ短くなっていて、トータルでいうと10センチ従来よりも短くなってるんです。つまりスリムでコンパクトな在宅でも使いやすいチルドリクライニングっていうところは、ここは必ず継続するところかなというふうに思いました。適合身長に関してもそうです。背が低い方の車椅子があります。背が高い方向けの車椅子があります。その真ん中のところを拾っていたマイチルトコンパクト 3D のこの155センチから175センチ、ここのところをしっかりとちゃんと継承をするっていうのが今回のマイチルトコンパクト2なんです。でじゃあマイチルトコンパクトを使ってた方がそのままスルッと2の方に移行すればいいのねっていうふうに思われがちなんですけれど、それだけでは足らないなと今回我々も思いました。で原点回帰なんです。そもそも車椅子は誰のためのものなのかなんですね。我々がやっぱりちゃんと考えたのはご利用される方と解除される方、その双方がやっぱり喜んでいただけないといけないかなというふうに思ってます。思えば2011年に発売をしてから毎年のようにたくさん車椅子を発売をさせていただいてるんです。いろんな新しい機能を追加をしてこれがいいねっていう評判なんかもいただいてます。そのご好評いただいてるものをやっぱり新商品の方にもちゃんと導入をしたいと思ったんですよ。例えばチルトリクライニング倒してしまうとグリップ持ち手の位置が下がるんですよね。だから職員さんとか後ろから押すときに腰曲げないといけなくて大変なんですよ。なので今回は枕の横のところに握ってもいいような高い位置のグリップをつけてみたりですとか、あるいは前からでも後ろからでもブレーキかけれるよっていうブレーキをつけてみたりとか、空気入れるの大変ですよねっていうのでノーパンクタイヤにしてみたりですとか、あこれねノーパンクタイヤにしてみたりですとか、あるいはお外に行った時にこのスロープのところでガリッと傷つけないようにあえてローラーつけてみたりだとか、これですね。であとは在宅のところで横移動すると便利だよね、小回り効くよね、ベッドでの横付け楽だよねっていうのでリフトアップっていうオプションをつけてみたりとか、いろんなものを介助の方が喜んでいただけるように機能をつけました。ただ本当にそれだけで十分介護負担が軽減できているのかっていうところなんです。例えばですよ、これ私座ってるんですけれど、多分正面から見てもらっても何ら違和感っていうのはないかなというふうに思います。後ろから見てみましょう。いきます、せーの、ドン。こんな感じですね。あまり違和感を感じる方はいらっしゃらないんじゃないのかなというふうに思います。よくありますよね、この方、あのこういう方で。今回我々が着目したのはここなんですよ。この QR コードが見えているこの背中、肩のところ、ここって本当にいいのって思ったんです。これ車椅子に座ってるのであまり違和感がないだけで、ベッドに横になってる時にこの高さの支えだったらどうかなんですよ。試してみました。いきます、せーの、ドン。こんな感じです。肩のところが下がってくるんですよ。これうちの子うおーって言って支えてるんですけれど、あの写真撮ってるのうち娘で、この子がかわいそうだからパパやめてっていうぐらいすごいしっかり支えてるんですね。肩のところと頭の重みってめちゃめちゃ重たいんですよ。わかりますね。でそこを支えるのってすごい大変なんです。これチルトリクライニングでも同じなんですよ。倒せば倒すほど支えがなければ苦しいんです。で見てもらうと喉のところめっちゃ締まってますよね。この状態がやっぱりずっと続くとむせたりだとか飲み込みがしづらいとか食べこぼしが多いとかいろんな問題が出てきます。あるいは姿勢がつらければこんな形でお尻ちょっと前に滑らせてみたり、姿勢を崩れるっていうことがあり得る話なんですね。ということは
ご利用されてる方が楽じゃなければ介護する方の負担は絶対増えてしまうんです。ということで今回我々が考えたのはここなんです。上部胸椎と言われるところを支えるためのパッドを新しく設けました。どこを支えるかというと、従来品で支えることができなかったそこ、あそこを支えるんです。実際の写真で比較をしてみると、いきます、せーのドン。私の QR コードが見えなくなるんですよ。肩のところ高い位置まで支えることができるようになってます。横から見てみます、ドン、こんな感じですね。顎のところしっかりすっきりしてますね。ビフォーアフター比較しますね、ドン、こんな感じです。全然違いますよね。全然楽なんです、こっちの方が。ベッドでも行きます、ドン、楽なんですよ。めちゃめちゃ楽なんです。で、圧分散でしっかりと比較をしてみました。ちゃんと高い位置まで圧の分散がされてればやっぱり楽なんですよ。で、ちなみに今回のこのパッドに関しては身長に合わせて高さの調整ができるようになってます。二段調整です。さらに枕のところは自由度が高いスネークヘッドサポートっていうのを標準装備させていただいているので、しっかりと頭もサポートすることができるようになってます。さて、今回この松永が込めた、この車椅子に込めた思いが何かっていうと、やはり解除される方、ご利用される方両方の QOL、 生活の向上なんですね。車椅子が合ってないとどうなるか。呼吸がしづらいし、飲み込みがしづらい。そうなるとご飯が食べにくいんですよ。ご飯が食べにくければ食事の量が減ってきて栄養が取れなくなるんです。ということはリスクなんかもいろいろ上がってきて、結局介護する方の負担が増えるわけです。じゃあこれ車椅子を変えるとどうなるかっていうと、飲み込み、呼吸がしやすくなれば飲み込みがしやすくなって、ご飯が食べやすくなれば食事の量増えますよね。ということは栄養が取れるようになって、いろんなリスクも減ってきて、最終的に介護する方の負担っていうのも減る可能性が大いにあるかなというふうに考えてます。我々は利用される方が楽になれば、介護する方がもっともっと楽になればいいなというふうに思ってるんですけれど、そのためにものづくりは我々頑張るんです。我々だけがでも頑張ってもいい意味がないんです、実は。そのためにやっぱり皆さん方のお力っていうのがすごく必要で、で、ちょっとお時間ギリギリなんですけれど、百聞は一見にしかずで、ぜひこの剣をしてほしいんですよ。見るだけじゃなくて、で、ぜひこの座ってみて、あ、こういうことねっていうのを気づいてもらう体験ですとか、会社に踊ってみてこういう風にやればいいよねっていうのをやってもらう体験なんかを、もしあ、お時間ある方なんかはやっていただきたいなと思います。ぜひ、まあ、お時間ある方なんかない方なんかはせめてチラシだけでも持ってってください。ぜひお願いします。で、あわよくばぜひこの Twitter とか YouTube とか、あの登録なんかをしてもらえると非常に嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。